切迫する南海トラフ巨大地震。これから起きる地震にばかり注目が集まっていますが、南海トラフ巨大地震は過去にも繰り返し発生し、甚大な被害をもたらしてきました。今回は過去に発生した南海トラフ巨大地震を紹介していきます。白鳳地震。684年11月29日に発生した白鳳地震は、記録が残されている最も古い南海トラフ巨大地震です。震源域は高知県西部の沖から和歌山県の潮岬沖にかけての領域と考えられていて、静岡県西部まで達していた可能性もあります。マグニチュードは 8.3 と推定されていて、揺れと津波によって四国などで大きな被害が出たとする記録が残されています。仁和地震。887年8月26日、高知県西部の沖から静岡県西部の沖までを震源域とする仁和地震が発生。白鳳地震と同じくマグニチュード 8.3 と推定されています。この地震では京都で揺れによって多数の死者が出たほか、全国で多くの建物に被害が出たという記録が残されています。また津波による被害の記録も残っていて、摂津の国、現在の大阪府や兵庫県の沿岸で特に被害が甚大だったとされています。永長東海地震。1996年2月17日に発生した永長東海地震は、マグニチュード 8.0 から 8.5、 震源域は和歌山県の潮岬沖から静岡県西部の沖にかけての領域と推定されていて、駿河湾にまで達していた可能性があります。この地震では東大寺や薬師寺などで大きな被害が出たという記録が残っているほか、2時間にわたって揺れが続いたとする記録もあり、活発な余震活動があったとみられています。また静岡県や三重県で津波によって大きな被害が出たという記録が残されています。講和南海地震。永長東海地震から2年2ヶ月後の1999年2月22日、高知県西部の沖から和歌山県の潮岬沖にかけての領域を震源域とする講和南海地震が発生しました。マグニチュードは 8.0 から 8.3 と推定されていて、高知では地殻変動によって広範囲が水没したという記録が残っています。またこれまでの地震と同じく大津波が発生していたと推定されているものの、津波の記録は見つかっておらず、発生場所が異なる可能性も含めて議論が続いています。昌平地震。1361年8月1日、潮岬沖から静岡県西部の沖を震源域とする昌平東海地震が発生。その2日後の1361年8月3日には、高知県西部の沖から潮岬を震源域とする昌平南海地震が発生しました。この2つの地震は時間差で発生したとする説と、日付がずれているのは記録のミスで、実際には同時に発生したとする説があり、地震の規模は昌平東海地震が不明、昌平南海地震がマグニチュード 8.3 から8.5 と推定されています。これらの地震では薬師寺などで被害があったとする記録が残っているほか、四国や大阪湾などで津波の被害があったとされています。明王地震。1498年9月20日に発生した明王地震は、マグニチュード 8.2 から 8.4、 震源域は和歌山県の潮岬から静岡県の駿河湾にかけての領域と推定されていますが、高知県の沖にまで達していた可能性が高いとされています。この地震では関東から近畿にかけての広範囲で震度5から6程度の揺れに襲われたほか、各地で大津波の記録が残されています。明王地震は静岡県西部に位置する浜名湖と太平洋の間にあった陸地を消滅させた地震としても有名です。1605年にも南海トラフで巨大地震が発生していた可能性がありますが、他の場所で発生したとする説も多く、どこで発生した地震かの結論は出ていません。以前は南海トラフで発生した地震と考えられていましたが、最も記録が残っているはずの京都で揺れの記録が見つかっていないことに加えて、
関東地方で揺れや津波の記録が多く見つかっていることから、南海トラフ以外の場所で発生した地震の可能性も指摘されています。宝永地震、1707年10月28日、東海地方から四国沖までを震源域とするマグニチュード 8.9 の宝永地震が発生しました。地震の規模には様々な説があり、中にはマグニチュード 9.3 に達したという説もあります。この地震では、甲信地方から九州東部までの広範囲で震度6弱から6強、一部では震度7の揺れに襲われた可能性があります。また大津波も広範囲に押し寄せ、静岡県の伊豆半島から四国で5メートル以上、三重県の南部では8メートルから10メートルに達しました。さらにこの地震の49日後には、富士山で大規模な噴火が発生しました。安政東海地震、1854年12月23日、紀伊半島東部の沖から静岡県の駿河湾にかけての領域を震源域とする安政東海地震が発生しました。マグニチュードは 8.6 と推定されていて、東海などで震度7相当の揺れがあったとみられるほか、江戸でも震度6程度の揺れがあったとみられ、浅草などで大規模な火災が発生したという記録も残っています。また津波は紀伊半島の東側で10メートル、静岡県でも5メートル以上の高さに達しました。安政南海地震、安政東海地震から32時間後の1854年12月24日、紀伊半島沖から四国沖にかけての領域を震源域とする安政南海地震が発生。マグニチュードは 8.7 と推定されています。震度5弱以上の地域は四国を中心に近畿地方の西部から中国地方、九州にまで及び、和歌山、徳島、高知の沿岸部などでは震度6弱から6強相当の揺れに襲われたと推定されています。この巨大地震でも大津波が発生し、紀伊半島の西部や四国で4メートルから8メートルに達しました。昭和東南海地震、1944年12月7日、紀伊半島東部の沖から静岡県西部の沖までを震源域とする昭和東南海地震が発生。マグニチュードは 8.2 と推定されています。この地震では東海地方で震度6から7程度の揺れがあったと考えられていて、名古屋などで多くの軍事工場が倒壊したという記録が残っています。また最大10メートル程度の津波も発生しましたが、戦時中だったため大きく取り上げられることはなく、ほとんどの被害情報は隠蔽されました。しかし世界各国の地震計によって日本で大きな地震が発生した事実は世界中に知れ渡り、日本よりもアメリカで詳しく報道されました。昭和南海地震、昭和東南海地震から2年が経った1946年12月21日、紀伊半島南西部から四国の沖までを震源域とする昭和南海地震が発生。マグニチュードは 8.4 と推定されていて、近畿から四国にかけて震度6相当の揺れがあったとみられています。また紀伊半島や高知には大津波も押し寄せました。さらに高知では地盤沈下によって1ヶ月間も水が引かない状態が続きました。今回はこれまでに実際に発生した南海トラフ巨大地震を紹介してきました。切迫しているとされている次の南海トラフ巨大地震でも同じようなことが起きるでしょう。いつ巨大地震に襲われてもいいように備えを再確認してください。